今日たちよ、今日、今年の最後の日です。12月31日。で、教会は、私たちを、血を持って導いてくださるので、ヨハンネによる福音の一番最初の文を私たちに与えてくださいます。私たちはこの福音の光によって過ごした年と私たちを待っている年を照らすことができます。はじめに言葉があった。そしてすべては言葉によって、御言葉によって作られた。そして言葉は人間となった肉を取った。肉となった。で、この言葉によって、つまり、神の御言葉、神の御言葉は人間となったことによって、私たちに恵み溢れて与えられたのです。溢れている恵みが与えられている。モーセによって律法が与えられたが、人間が律法によって救われないので、自分の力で律法を果たすことはできないので、恵みが必要です。ですから、御父が私たちの状態を見たので、自分の息子を与えてくださいました。このように使わしました。メシアを使わしました。すべての言葉が実現するためには、私たちの人生にすべての神の御言葉、すべての言葉、すべての予言、すべての約束、すべて契約など実現するように言葉自身が人間となった。私たちはこの神秘を祝っています。だから私たちこの今年、過ごした今年を振り向くとやっぱり罪が多いでしょ。そして虚しい言葉が私たちがいっぱい言ってしまいました。もう全然果たさなかった約束。そして愛の言葉。無駄でしょ。恋人が愛しているよ。と言っても虚しい。煙に過ぎないものですよ。私たちの言葉、私たちの言葉、そして私たちの理想、私たちの契約、計画、私たちの希望でも、もう本当に煙に過ぎないものです。もう、なんか、寒い時に私たちが出かけると、私たちの口からね、その煙が出てくるでしょ。同じこと。私たちの希望、私たちの、もう本当に良い計画、良い、なんか本当に良い言葉でもすぐ消えちゃう。実現されない。なかなか私たちができない。キリストが来られたのはそのためです。私たちの言葉には肉を与えるためです。私たちの希望、私たちが言う言葉、相手に対するの言葉に、良い言葉に肉を与えるため。つまり、与えられている恵みが実現するため。与えられている聖霊が私たちに与えられている、教会の中で与えられている聖霊が肉を見つかるため。私たちに与えられている聖霊に肉を与えるため。そして、この肉はクリスト。で、クリストが人間となったのは私たちと一体となるため。だから、秘跡を通して私たちがクリストご自身と一体となり、私たちの肉がクリストの肉となる。そうだったら、私たちの言葉が
実現されます。肉となる。実行する。行いとなる。わかりますか？だから、過ごした年が、年が、やっぱり罪ばっかり、過ち、欠点とか、もう本当に失敗、失敗。でしょ？でも、それにもかかわらず、その時、その日、その時間には、神が私たちにキリストを送った。だから離婚していない。だから、不思議に、その日に、奥さんと和睦しました。私たちは罪、人です。私たちが罪に過ぎない。私たちは本当に罪人に過ぎないものです。私たちが本当に弱い。だからもう本当に心の中には私たちがいろんな火を捨てたい。忘れたい。いや、違います。それも大切。教会の中では、教会の中では私たちが一つのことを学んでいます。一つの私たちの歴史、そして特に過ごしたこの投資の一つの日も、一日も、一時間でも捨てるってはいけない。どうして？罪を犯していたその日も神に恵まれた日。どうして？キリストによって神がその日を聖なるものに変えた。私たちを許したから、私たちを忠実を導いたから、今日まで。そして私たちの乏しさを彼の人間となった御言葉で満たした。私たちが足りない部分、私たちの足りない部分がキリストによって、人間となった御言葉によって完成まで行くことができました。だからまだ教会の中にいる、まだ神父として私が喜んで生きている、その使命を果たそうとしています。あなたも、あなたの立場にもね、弱くてもまだ希望を持って、私たちがその新しい年を見ることができます。まだ罪人だろう。今年、その2018年、17年にも、私たちがまだまだまだ罪人として生きるだろう。弱い。もちろん、もうマジックで、なんかね、不思議に私たちが素晴らしいものとなるわけない。弱いものとして、この新しい日にあります。けど、神の母、聖母マリアの、慈しみによって、その体内の中に私たちもキリストと共に、この当時、この2017年の間にも迎えられているので、その体内の中に成長することができるので、教会に養われているので、御言葉と奇跡と交わりによって養われているので、私たちが喜んでこの新しい年に入ります。癌を私たちが待っているかもわからない。苦しみが私たちを待っているに違いありません。失敗も、弱さも、不安も、死かもわからない。けど、神が私たちに与えられている聖霊、その言葉が私たちの言葉となり、そしてその言葉には肉を与えてくださるキリスト。だから良い技が私たちの方から自然にキリストによって、キリストのうちに行うことができます。神様が私たちのために今年も考えられているその良い技ができるようになります。自分の力ではなく、恵みが現れたので、恵みが与えられているので、無償の愛によって私たちが無償で愛することができます。だからね、今ね、今日、まだ、この、最後の部分、今年、なんか、過ごしたこの、2016年の最後の部分を、神に感謝しながら、テデウム、
あなたに感謝します。あなたに本当に感謝、ありがとうと言って。主よ、あなたが私を愛していました。神を、父よ、私を本当に愛して、忍耐を持って、愛して、許して、よくやった、よく導いたということで感謝します。そして、今年もよろしくお願いします。もう本当にそれを言えます。日本人がいつも、今年もよろしくお願いします。言うことはできます。神に言う。そしてキリストに言う。聖霊に言う。そして互いに言うことができます。共同体の中では言うことはできます。喜んで、キリストを迎えて、進みましょう。進めましょう。またこの新しい年に入りましょう。